金先生は国立精神神経医療研究センターの、災害時心の情報支援センター、支援センターですね、のセンター長です。で、東日本大震災、津波、原発事故への精神医療対応、東日本、精神医療対応と、いうことで、プレゼンテーションをしていただきます。よろしくお願いします。野田先生ありがとうございました。早速ですございますけども、東日本大震災以降の私ども、あるいは日本全体としての精神保健健康に関する取り組みを簡単にご紹介したいと思います。これはもう震災の光景でございますけど、これはもう解説はする必要はないと思います。このような場所で生じ影響が広がった、特にこの福島におきましては原子力発電所の災害がありましたので、被害は一層深刻なものになっております。で、私どものこのセンターでございますけれども、発災後3日目にこのウェブサイト上にですね、情報支援サイトを作りました。で、1週間以内に30を超えるガイドライン、それから一般市民向けのリーフレット、説明用スライド等を一気に載せております。そのうちいくつかはもう事前に準備をしていたものでありますけれども、大部分はこの審査を受けて新たに作成いたしました。私ども精神保健研究所は精神医療に関する11の研究部がありますので、その総力を動員してこうした対応ができたということは大変意義深かったというふうに思っています。で、ガイドラインが何で30もあったかというと、例えば障害を持ったお子さんのためのガイドライン、そうお子さんを抱えたお母さん親御さんのためのガイドラインというようなものをきめ細かく提供したわけであります。これは日本において最も多く参照された震災関連の精神医療情報サイトとなりました。で、それに先立ちまして2002年にですね、これは池田小学校事件等を受けまして災害時の地域精神医療ガイドラインというものを既に作っておりまして、これは厚生労働省を通じて各自治体に配布されております。こういうものを基盤にしてその後の震災の対策がなされております。で、今回の震災の後、対策本部が3つのレベルで作られました。1つは言うまでもなく厚生労働省でございます。もう1つは日本精神神経学会、こちらでもアカデミックな面での対策がいろいろと取られたと。そしてもう1つは情報提供、大きな意味での対策の提供ということが当センターにおいてなされた。この3つのレベルの対策本部機能が有効にかみ合って支援に当たったということでございます。で、こうさまざまな他の関連団体学会は、主にこの精神神経学会の対策本部の方に連携をしたということであります。で、初期の最も大きな課題はそれまでの精神医療をいかに継続するかということであります。まず患者さんが病院に来ることができない、それから薬がなくなってしまうということがございました。で、特にですね、既存の精神科病院の破壊によりまして患者さんを他に移送する必要が生じたわけであります。で、宮城県で3つ、福島県で2つの病院が完全にも崩壊した。で、福島県ではさらに5つの病院が放射線への被爆の恐怖によって機能を失ってしまいました。ですから、だいたい1000人の入院患者さんがベッドをなくしてしまった。これが発災後2日目からですね、積極的に移送が始まりまして、およそ10日間で全ての患者さんの移送が終わっております。しかし中にはですね、大変に残念なことに移送途中のさまざまな連絡のミスによってですね、順調に移送できなかった、移送途中に亡くなってしまった患者さんも一部にいらっしゃったことは残念な事実でありました。また精神科薬、特に抗うつ薬と抗痙攣薬が不足いたしました。これをいかに供給して医療をつなげるかということが大きな課題でありましたので、これ関東圏におきまして、医薬品の在庫を集め、また処方日数をですね、例えば抗てんかん薬は通常180日処方が認められているんですけども、これ30日に制限して、その余った分の薬をとにかく東北に送ろうと。で、これは最終的に集めた薬は私ども精神神経センターの手によって被災地に送られております。そして阪神・淡路大震災が1995年に起こりましたけども、それ以降私たちの国では、このいわゆる心のケアチームを被災地に派遣するという自発的な活動が繰り広げられております。このチームは精神科医、心理師、
ソーシャルワーカー、そして事務員等で構成される、大体1チームがですね、数人なんですけども、被災地に行って、自分たちで自給自足で寝泊まりをして、被災者のケアに当たるという活動をしております。で、この3県ですね、これだけ多くの場所に、いわゆる心のケアチームが派遣されておりますけども、従来の審査と違いまして、今回は3県にまたがる被害でありますので、この心のケアチームの、割り振りとか活動のモニタリングは、厚生労働省が直接の指揮を取ったということが、日本において初めての経験でございます。そして、延べ57チーム、3419人が参加しました。でもちろん一つのチームの中では、ほぼ1週間ごとにメンバーがローテーションしておりますので、ローテーションしながら一つの地域についての責任を持ち続けたということで、最長1年ほどですね、短い場合で2、3ヶ月、それぞれの地域の責任を持っております。これは飛ばします。で、今回の震災、これまでもそうですけど、残念なことはですね、研究倫理の問題でありまして、多くの人々、研究者が被災地に来ては、さまざまな住民データを持ち帰ってしまうということが起こりました。特に、心の問題について質問書を配って、気持ちはどうですかと、家族を失ってどうですかと、死にたいと思ったことありますかというようなことをどんどん聞いていくわけです。そうすると、住民からすると、もう心のケアはいらない、こりごりだと。いう声が出てくる。これに対して精神疾患学会の方ではですね、緊急に声明を出しまして、やはり同意に基づかない、十分な説明をしない研究というのは、慎むべきであるということを出しまして、またいくつかの雑誌の方ではですね、研究倫理に基づかないデータはアクセプトしないという声明を出していただいた雑誌学会もあります。急性期の精神保険対応について、私ども専門家が同じ原則を共有するということが非常に重要であります。で、かつて阪神・淡路大震災のときには、デブリフィングというですね、36時間以内に、被災者の話を聞き出す、感情を引き出すということが、将来の PTSD を予防するんだというふうに主張されていました。これが大きな混乱を生じたわけでありますけれども、サーバーに先ほど申し上げたガイドライン等を通じまして、そういう考えが今、払拭されております。で、心のケアということは非常に大きな関心を集めておりますけれども、その定義はまだ曖昧であります。で、仮にですね、今こういうふうに分けていますけど、一つは医学的なインターベンション、介入であります。もう一つは、支えるですかね、支援でありまして、インターベンションというのは、本人が望んでいなくても、専門家として介入をしなくてはいけない。例えば死にそうな人がいたら助けなくてはいけないんですね。あるいは福祉的にも児童虐待があれば保護しなきゃいけない。その代わりこれはものすごくやはり専門性とかエビデンスが必要となりますし、自分たちがやったことが良かったのかということをしっかり見守る必要があります。これに対していわゆる普通のサポートですね、支援というのは、ご本人はほっといても自分で治るかもしれない。しかし何か今ですね、行き詰まっているところがあるとか、辛いことがあるので、いわゆる手を差し伸べるという活動が基本でありまして、基本的には人道的な支援、社会心理的な支援でありますが、この場合、見なくてはいけないのは、被災者は自分でも立ち直っていくプロセスにあるんだということ、それを邪魔しないということ、これが何よりも必要であります。従来この2つのレベルの心のケアが混同されてきた。ですから人道的に被災者のところに近づいてですね、話を聞いてあげるということがPTSD を予防するという医学的介入なんだよという言われ方をすることがしばしばありました。これが一部に混乱をもたらしたのではないかなというふうに考えております。そしてこちらの方に関しましては、心のケアチームを専念させて今 DPAT というシステムができています。そちらの中で担保している。こちらについてはですね、WHO が作ったサイコロジカルファーストエイドという一般の方向けのですね、対応のトレーニングを普及させていきたいというふうに思っています。こういうことは専門家の間で共有していくことが重要であると。残念ながら海外からですね、まだこういう誤解に満ちたコメントがありまして、ランセットという雑誌にですね、本当に被災した子どもさんに話を聞いて、もう泣かしてしまうような介入がいいんだという記事が載りましたので、早速、反論を出しました、はい。で、この審査を受けまして、厚生労働省の方ではですね、被災3県に心のケアセンターというものを設置し、で、私ども精神神経センターに災害時心の情報支援センターを設置して、現地と有機的な連携を保ちながら、ご助言をしていく、そして将来の震災にも備えるというシステムがもう出来上がっております。
で、この情報支援センターの役割というのは、まあ、情報データベースを作るとか、ウェブで情報を提供する、実習訓練をする、で、治療者の支援者のネットワークを作る、でちゃんと統計を提供する、そして被災地に赴いてご助言をするということでありますけれども、中でもこの情報が非常に大事でありまして、これは今回のコロナケアチームの活動の報告でございます。宮城県全体ですね、気仙沼、石巻、これ一番被災がきつかった地域であります。この仙台の都市部でありまして、やはり都市部の方はですね、こう相談ケースもだんだん減っていきますけれども、この被害がきつかった地域ではですね、やはりこう相談件数がなかなか減っていかないという現状があります。そしてこれはチームごとに1日何人の方の相談を受けたかということを発災後1ヶ月以内ですね、集計したんですけども、やはりこの石巻地域の多いところで80人ぐらいの相談を受けている、しかし仙台市内では5人ぐらいしか相談を受けていないというふうなばらつきがあります。で、こういうものがもし分かっていればですね、これに基づいて効果的な心のケアチームの配置ができたわけでありますけど、残念ながらですね、ああいう統計が紙ベースですね、手書きの紙ベースでのレポートに基づいていますので、実は集計2年かかっております。2年経って集計しても役に立たないということで、これは今この後申し上げるウェブ登録システムによって改善を図っているところであります。さて今後のですね、心のケア活動は今 DPAT と呼ばれるシステムに統合されることになっていまして、これはですね、やっぱりその災害時に派遣されるチームを日頃から編成をしておく、そして訓練をしておく、で災害が起こった場合に小さい災害であれば県が、大きな災害であれば厚労省が采配をしてこの派遣を行い、またモニタリングをする。そのために大事なことは、今どういう活動をしているかということが瞬時に分かるということでありまして、そのためのウェブ情報入力システムを私ども開発しておりまして、もうすでにできております。でこの実習活動をすでにしておりまして、まあ、被害状況とか、発見準備状況とか、今何をしているかが、リアルタイムで分かるように、というふうにしております。例えばここで災害が起きますと、 A 県は今これだけの人間が出せますよ、 B 県も出せますよ、場合によっては A 県は今行っている途中でこの辺を走っています、 B 県はもうついてこの辺で活動していますということがウェブの上で一目で分かるようにしていきたい。そして実際に活動すると、まあ、これ公表ですけれども、どういう方を今見たのか、どういう薬を出したのか、どういう症状があったのかということを入れていく。そうすると日々ですね、こういうグラフが自動的に集計されていく。でそれが地域別とか男女別とか、出した薬はどれくらいかということがですね、毎日これが見えていくようになる。そうするとこういうものをもとにして、心のケア活動というものがより組織的、効率的に展開できるのではないかなと思っております。このシステムまだ洗練する途中にありますけども、明日地震が起こってももうこれは使えるというところに、現在来ております。で、最後に心のケア活動の目標は何なのかということです。一つはですね、すでに、WHO による先行研究で日本の社会では5から 8% の方は何らかの気分障害、不安障害を持っているんだということがすでに分かっております。これをゼロにすることが目標なんでしょうか。それはなかなか難しいと思いますね。あるいは、災害の前と同じ状態に戻すことが目標なのか、あるいは、重症の方、この方を治療することが目標なのかということはまだはっきりしてないんですね。そしてこういう目標に応じてどういうアセスメントをすればいいのか、精神症状だけでいいのか、疾患だけでいいのか、社会的な適応度、どういうものを測ったらいいんだろうかということはまだ議論の途中であります。新潟中越大震災の後、まあ、5000人を3年間調査しましたけども、まあ、非常にハイリスクの方って赤で示してますけども、このハイリスクの方のうち 76% は次の年に回復している。ここも 83% は回復している。入れ替えがかなりあるんですね。ですから一つだけ言えるのは、やはりこう年月を追いかけてみなきゃいけないだろうと。ある一点だけを見てこの人は何とか病だと言ってもですね、それはあんまり役に立たないんではないかなということがを思っております。ですから、結局最後のエンドポイントというのは、今はですね、調査をしてうつ病が何パーセントいたということで、問題にするんではなくてですね、その地域が精神保健的な問題を自分で認識して対処して乗り越えていけるような力を持つということが最終的な目標ではないかなというふうに思います。そのためにいろんな要素がありまして、社会的な教育も必要ですし、支援専門家を教育するということも必要ですし、地域のネットワークをですね、発展させていくことも必要だと思いますけども、
例えば患者さんが出たとか出なかったではなくてですね、地域の自立、まあ、力というですね、これを育てていくことが最終的な震災後の心のケアの目的ではないかなというふうに思っております。これは相馬馬追祭りの写真ですけども、1000年にわたってですね、いろんな幾多の騒乱災害を乗り越えて、こういう伝統が続いてきたわけでありますから、きっと今回の震災を乗り越えてですね、地域の伝統がさらに受け継がれるだろうということを期待しております。ありがとうございました。